オイラとしてはまずシャンリンを探しに行って、あれ、ソーリー、こんな時間にこんなところでどうしたんだ。うん、それは俺のセリフだ。ここで二人に会えるとは縁があるな。即座以前に比べて顔つきが穏やかになった。旅路の中で何かを追い求め続け、何のことはない。そういえば勝利はまたここでお茶を飲みながら、この一杯を飲み終えたら立つはずだったんだが、はずだ、ちょうどいい季節だからな。警察荘あたりまで散策でもして、宝月のタケノコを取ろうと思っていたんだ。え、宝月のタケノコ、あ、オイラ分かったぞ。勝利はまたこだわりが強いし、パイモンは賢いな。俺のことをよく、もうじき仮説だ。ふふん、ちょうど友達に会いに行こうと思ってたところなんだ。そうか、二人にはあの宝月のタケノコで、ああ、お、ん、もとより宝月のタケノコがうま、くねんな、タケノコを取るのにはそんなに時間がかからないもんな。確かに人走りの甲斐があるビズといい、ほら見ろ、おいらこいつは絶対にこう言うって分かってたぞ。だがそう焦る必要、解凍祭期間、食卓の上でのタケノコは、勝利はそのまま散歩して、ああ、タケノコ、タケノコ、宝月のタケノコ。お、こいつはまだ土から芽を出したばっかみたいだな。柔らかそうだし、こいつにしようぜ。これだけあれば足りるだろう。帰って。助けてくれ。誰か。ちゃんと見えてる？水は飲んでいない？びっくりしたぞ。無事でよ。ミミミ、ねえねえ、それにおじちゃん、こんにちは、ヨーヨと申します。おお、なんかめちゃ、オイラはパイモン、こっちは旅人だ。私はドボルザーク、石門の方にある道に沿ってリーウェ港まで行こうと思っ、さっきも滝に目を奪われて足を踏み、気にしないで。でも滝から飛んでて、これからはなるべく足元に気をつけるって。あ、ああ、お、わ、私は遠慮しなくていいよ。もしまだ道を急ぐんだ、ヨーヨのカバンに。わー、この子めちゃくちゃ気が利くぞ。遠慮しな、食欲旺盛。ほら、めちゃくちゃ美味だ。リーウェの天使。いやいや、とても美味しいよ。モンドでご当地ムーンパイっていうのを食べたことがあるんだが、そいつのあんは肉だった。このハスの故郷の味となる。というと、ドボル。ああ、私はイリデッセンスツアーの主。イリデッセンスツアー？イリデッセンスツアーは、フォンテーヌで影響力の大きい音楽、そう、はあ、話せば、も、先祖代々言い伝え、ヨーヨー、物語を聞く、うんうん、そうか、これは旅をしていた、何でもその、そのような危機にあっても、ふと我に帰ると、か、先祖の無事を確認、追いかけて礼を言おうと思った先祖だったが、結局彼は故郷に戻ると、その後、
そしてやがて林の水。ああ、過去を遡る先祖が水にだが、ヨーヨーはまだハス。オイラもハスの花パイのオイラの余生。私のためにそう悲しまない。おお、やっと手が。ああ、モンドが。そこで私はすると親切なモンド人が、これは風が、これがチーンというや。本官王帝君がお戻りになられたぞ。交通費。ヨーヨー、安心してくれ。オイラたち、それに騙されないために一番大事なポイントは感謝の意を表すため。ああ、じゃあヨーヨーはニンニとネーネ、あとヨーヨーの知り合いはそんなに多くないし、もしおじちゃんが騙されたなら。しかしそうなると、ちょうど新しくと、そういえばオイラた、ああみんな追加、オイラの仕事がまた一つ減った。同じ旋律でも繰り返し、まあ年に一度の回答。今はリーユエ、ああもっと目で楽しみたい、もっと近づきたいってうずうずしてるよ。この街の眺めは本当に美しい。人々の笑みにあふれた表情を見ると私まで感化されてしまうよ。ああお、あ、みんな、こんなとこで会うなんて。深淵ネーネ、こんにちは。旅人にパイモン、それにドボルザークおじさん。前回リーウェコーへ来てイリデッセンスツアーの宣伝をしたとき、こっちはイリデッセンスツアー、ああそうだったのか。そういえば怪盗音楽祭、いや今回はちょっと。怪盗音楽祭はないのか。そう、それは音楽の祭典を開催するに、え、オイラたちが今から、うん、隠す、え、え、へえ、これはいい機会じゃないか。そうだぜ、出演者の件ならあたいの友達ウンキンは、深淵はどうな、そう、今回、うわ、おじさん、あんたはどう思う？試してみよう。だが深淵さん、望むところだぜ。あ、当たったらあたいも、マジ、ヨーヨー、あんたの姉弟子に会ったら、うん、ヨーヨー覚えとくよ。しっかりがん。おいら、さっきから気になってたんだけど、ヨーヨすると傷口が自分で治るのを待つの。だから身近に世話してあげる人が必要なの。すべて正常だ。あ、師匠。ごめん、師匠と挨拶。ほれほれ、そう急がずとも、ばあやは言った。ヨーヨー、もう何日も師匠に会ってないから早く会いたかったんだもん。よしよし、ヨーヨーは一番口がうまい。おや、あなたたちじゃったか。ティンバーや、半分当たりだぞ。こんにちは、私はフォン師匠、師匠、
イリデッセンスツアー。ほっ、ばあやもまだ知らないことがあるの。音楽祭か。オイラも気になるぞ。大先輩だし、つまりその、そんなこと、時代は変わっていくもの。むしろ、おお、私の祖母以外に今みんな揃いも揃い。師匠、今日はご機嫌。ほれほれ、ピマヤ、あり、あなたたちもきっと、し、武士に怪盗祭のことを伝える際、お祭りが近いからと言って。わかりました、カウン様。カウネーネー。ヨーヨー、どうしてここに。カウネーネが前に欲しがってた薬草、ヨーヨーが全部取ってきたよ。あとね、あとね、この干した精神の葉っぱでお茶を入れ。ヨーヨー、この二人は何なんだよ。物分かりのいい妹。コーン、ありがとうございます。でもパイモンさんの言うと、世間話に気を取られてしまいました。あ、オイラが紹介。確かにちょっと複雑なことだよな。もしどこ、少々難しいですね。怪盗祭は毎年の一大行事として、素晴らしいものにするだけではなく、様々な好みを持つリーユエの人々。イリデッセンスツアーはリーユエにおいてそれほど知名、もしこの催しにすべ、そう、あなたの言う通りだ。ですから元の計画、怪盗祭の夜は音楽祭という形でお祭りの、はい、私もそれがいいの。この案をなるべく早く、か、要点を分析し、ドボルザークさん。ええ、カウの仕事ぶりって、うん、ヨーヨも師匠が身の回りのことは、わあ、いや、もうカバンが空っぽに、ハスの花っぽい、甘いものならこちらでいかがでしょう。いや、かなりいいよ。もう私には何の改善点も。わかりました。いいところに来てくれましたね。恐縮です。ヨーヨー、ちゃんとお茶とし、じゃあヨーニーニーネーネにおじちゃん。ありがとう、ヨー。また一緒に行こう。旅人にパイモン、それにドボルザークさん、こに、事の経緯はすべてわか、七星は関羽の案を、うわー、よかったな。褒めすぎよ。これはもともと七星の仕事の範疇だもの。私たちは、それに私からしてみ、だからこういう貴重な提供、本当に感謝するよ、国政さん。このところを立て続けにな、それがまさか、うん、そろそろみんなを呼び戻す時だな。おじさんもな、安心して、音楽家たるもの、音楽で語らないと。あれか、あ、ガン、どうした。そちらの件についても聞いていましたのに、あの時は案を出すことに気を取られて。気にしないでくれ、カンさんも私を気にかけてくださる。あの時聞き終わった瞬間に、フトボルザークさん、根源をたどる仙人反戦、
キリンの地、このリーウェという場所にある仙人の噂は本当だぞ。まあそんな簡単には会えないけどな。絶雲の間なんて見てる限りじゃ何にも。はい、とにかくですが、もし最終…なるほど。はい、私もそう…なかったわ。私とドボルザークさんは公演が順調に進められるように町のことを手元にある仕事の量は寝なければ…待って、寝ないのはダメよ。たとえ君の体に先住の血が流れているとしても、連続で働き続ければ…うわぁ、国政の口からそんな話が出るなんて…死、別れて3日なれば、すなわちさらに活目して、ふん、休むことも大事だってことくらい。では…いいわ。もしお時間があるのでしたら、あなたは仙人の方々とのつ…よかった。おじさん、オイラたちからの朗報を待ってろよ。本当に仙人でも子孫でも、オイラたちが見つけてやるよ。きっとみんな楽しくなるぜ。あなたたちの言うと…話はここまでにしましょう。おお、そういえば、みんなは音楽をどう見て、どう理解してる？え、音楽はいい感じの響きがするもの？ぶっちゃけて言えば、私は…ユーヘン様、百聞、何かあったの？行幸様の指示により怪盗祭の前に不安定要素を排除するため、雲来の海より妙な旋律が聞こ…でも緊急事態ですから。分かったわ。じゃあ私…そうだぞ、ここはオイラたちに任せ。旅人さんがいてくださるなら大丈夫だと。お二人には、うん、行幸によろしくって伝え。じゃあ君に…二人とも、公演が終わったらまたみんなの答えを聞かせてほしい。百聞が言ってた場所って旋律なん…こんな場所に来る暇人は誰かと思えば君たちだ。イエラン、お前はなんで足音を出さないんだよ。びっくりしたぞ。でも君たちは元気そうね。そこまでびっくりしていたわけでもなさそうだったし。おう、その通りだけど。あら、君たちもこの件で来てたのね。そしたらいろいろ説明する手間が省く。ついてきなさい。でもドアの横に…この家の中…ドアや窓を調べてみた。変だな。悪いやつに猫…もし家の主人がいない間に…そんなに細かく調べたんだから、ここで何が起こったのかは…イエラン、何か証拠を隠してないよな。私は君たちと同じ側に立つ人間よ。わかった。君は、君も負けを認める？ええ、確かに思いつき。正直なところ、ずっと昔あの怪しい音楽は、村人たちは命…その後山賊たちはもちろん捕まった。昔のあの旋律を見、今私たちの目の前にある。そうだったのか。私たちの被害者。そうすると大事なのは、どうやってこの模倣犯を見…普段ならきっといい方法なんでしょうけど、周りを見てみればわかるけど、
この犯人は土壌に足跡が残らない。でも残念だけど私は追跡の専門家よ。この程度の手口なんてことないわ。なんかオイラたちイランについて行く。ええ、しっかりついてきてちょうだい。安全を追求するならきっと。ほらここを見なさい。とても浅いわずかな痕跡だけどすごく不自然よ。これは植物の上で重いものを引きずった跡だわ。どうやら方向は間違ってなさそうね。犯人の進む速度が速くなっている。一般的に言えば重いものを持ち歩くときって時間が経つほど体力の消耗が大きくなるものよ。なのにこういう異常を見せたってことはきっと心理的な要因があったんだと思うわ。例えばもうすぐ拠点に着くとかね。難攻不落。会があった。いざ。誰だ？どこから来た？ええ、証拠は確かね。さあ、自白すれば多めに見てあげる。私の堪忍袋の尾が切れないように振る舞うことをおすすめする。バカなこと。お前らが怖いもんか。なら、もう少し怖がった方がいいわよ。痛がっちゃうね。と。くらえ。逃げ場はないぞ。捕まえた。こんなに手強い奴らだったのか。だがこうなってしまった以上、やる気はない。お許しを。あら、叫ぶのがちょっと遅かったわね。悪かった。俺が悪かった。本当に反省します。どうか多めに。自分で白状なさい。チャンスは一回しかないから私に問い詰めさせないことね。はい、分かってます。ほら、もう祭りじゃないですか。確かに俺は砲塔団のも。おい、今さら言い逃れかよ。いやそんな、俺は本当の。ええ、考えに考えて、俺は記憶に残ってる戦術でやってみたんです。それは口まで届けてくれた肉を食べない道理はないだろ。間違ったことをしたのは分かった。寛大な処分、あるいは示談で済ませて牢屋で解凍祭を過ごすことがないようにしてほしい。はい、その通りです。なかなかいい考えだわ。でもね、最初に自白を求めた時、一緒に来てもらうわよ。盗品を戻して
私と一緒に被害者を見つけて、君も被害者だったなら恐怖よりもその貪欲さの方が大事だった。おっしゃる通り。ここまでにするわ。反省の時間は、後片付けはついでにやっておくから、ここで別れましょう。ええ。あれ、まだ何かあるか。今のところあなたたちの情報源はわからないから、念のため帰っても私のことは言わないでちょうだい。捜査も逮捕ももともと君たちがやろうとしていたことだし、この手柄を君たちにあげても間違いはない。少し早いけど、怪盗さんよしくして、さようなら。ディーランってテキパキしてるよな。じゃ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 ーん。突発時、そういえば結局あの放蕩団メンバーに例のメロディーを演奏してもら、想像できないよ。ドボルザークおじさんと何気、普段おいら、まさか音楽がこんなことに利用されるなんて。おい、そうなの。とにかく、それは良かったです。二人とも久しぶりね。もう長い付き合いなんだし、陽子はまだ怪盗祭のことで忙しいんだろ。長い付き合いだからこそ粗末な対応をしていい道理がないわ。お茶でもてなして。けれど確かにあなたの言う通りね。たとえ他の笹、公演が終わったらイリデッセンスツアー側を招待して、仕事って永遠に終わらない。もう未来のことに手をつけてるのか。では目の前にある、あなたたちはここに来るまでに確か大きな水鳥の形をして、ナルミ聖火神君、言い伝えでは彼は心が広い仙人で、自由気ままに行動し、このきらめく闘祭、音楽が流れる水とともに四方へと響き渡れば、天にいる彼らの魂は気に入ってくれると思うぞ。だって陽光の話からすると、仙人も英雄もみんな心が広いもん。カンウが伝説の仙女の子孫を探すのを手伝っていると聞いたわ。途中で何か面白い出来事があれば